宇都宮綾さん、はい、おはようございます日本共産党の宇都宮綾です通告に基づき一般質問をいたします質問に入る前に小中学校のエアコン設置とトイレ様式化については長年日本共産党司会議員団が一般質問等で求めてきたことにあり事業計画が出されたことは大変評価をいたしますがしかしその中には エアコン設置とトイレ様式化の事業計画、この計画がない2校があります。これは市が再編計画を予定している小学校であることから、住民や保護者から統合ありきではないかと、批判の声が高まっております。このことを前提におきまして、初めの質問をいたしたいと思います。初めににに小学校の再編つついて2つ目には 小中学校のの教職員の働き方についいて質問いたします当時の主要学,学校再編につきましては、過去にも瀬谷地区などをはじめ、小規模学校が統廃合される経過があり、今もなお全国的にも村々にあった学校が地域から消えて、ますます地域の過疎化が進んでおります。国の示す必要な学級数や 人数などの問題や、教育の在り方などで存続が難しいとされ、小規模校のメリットは評価されつつも、弊害も示されるという状況の中で、地域住民は大変厳しい選択を迫られている現実があります。地域における学校とは、子どもたちの教育にとどまらず、地域文化の中心であり、コミュニティの場という地域の核であること、そして学校があるから地域に残り、 子育てできるという点では、地域を維持するために欠かせない、欠かすことのできない施設なのです。当しても中学校の再編が行われ、日置地区に続き、養老地区の子どもたちが、橋立中学校へ朝のクラブ練習に間に合うようにと、スクールバスが早朝から運行をされています。そのような中で、小学校再編計画が本年度の施政方針で、日置地区、養老地区に ついて示されていますさて昨年度も小学校再編計画について教育委員会は地域で協議をされてきました保護者に向けた懇談会では様々な意見が出されておりましたけれども現在の協議の状況について伺いたいと思います昨日も小林議員の方が地域の状況どうなっているのかとご質問されましたけれども改めて質問したいと思います 中浜教育次長、はい、あの小学校再編にかかります地元との協議の状況とといいうことでございます学校再編の状況につきましては、昨日の小林議員のご質問の中、ご質問の答弁の中で触れさせていただきましたが、第2次再編計画において、保護者や地域の皆さんと十分協議を行い、理解と協力を得ながら、地元との合意を基本に再編を進めていくとしている中で、 日置症、養老省と不注症の再編に関しては、今現在、地元との合意が得られておりません。これまで地元、保護者の皆様と協議を重ねる中で、さまざまなお声をいただいているところであり、このさまざまなお考えを一つの方向にまとめていく、まとめていただくことが大変難しい課題であります。状況でございますが、まだ日置地区では、平成26年に、 地域住民全体と協議をしたもとで、昨年は保護者と2回協議を行いました。協議委員会が実施しました保護者アンケートにおいては、不中症への再編に賛成は約2割であり、不中症でなく日置症に再編すべしだが約1割、反対の意見として、小規模で良い、このままで良い、地域に学校を残してほしいが約7割でございました。 また、養老地区では地域,地域住民全体と3回、保護者と2回の5回の協議を行いました。養老地区の保護者が実施されたアンケートにおいては約7割の人が賛成だということはありましたものの平成30年度は時期総償であり30年度の歳編はやめてほしいという保育者保育所 保護者等からの署名がごござざいいいまましして、えー、見送るこことといたしたとたたろでございますあの教育委員会といたしましても、まあ、これまでいただいたご意見参考合同授業の様子などを踏まえ子どもたちの5年先10年先を見据えたときつまり子どもたちの社会的事実を考えたときどのような教育環境が望ましいのかといったことを中心に 平成31年度の再編実施を目標に、丁寧に話し合いをしていきたいと考えております。ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。宇都宮綾さん。え、はい、今お答えいただいたということで、まあ、なかなか、あの、協議が進んでいないという状況が。あの、明らかになったのかなと思っていますし。まあ、養老地区においては、こういった署名も出てると。あの、まだ早すぎるというお答えもあると。 ということでなかなか本当に大変デリケートな問題だと私も思っております。えー、では次にですね、えー、現在、日置養老地区の子どもたちが、まあ、スクールバス等で、あのー、通学をされていますけれども、えー、長距離で,です、ね、通学することへの子どもたちの健康面とか精神面などのことが心配をされます。遠方から通学することとでのののの子どどもたちの体や心の影響ははように教育委員会としては お考えでしょうか。お伺いをしたいと思います。長浜教育次長。はい。ま、えー、子どもたちのスクールバスでの、えー、通学等に関する、えー、質問でございます。通学における子どもの負担、安全への配慮は大変な大変重要なことがあであると認識をしております。そうして中、えー、スクールバスによる通学時間に関しましては文部科学省が 小中学校ともおおむね1時間以内としていることを踏まえ、本市の再編計画において、精神面、体力面を考慮して、小学校、小学生45分程度、中学生60分程度を限度としているものでございます。こうした中で、今般、保護者と協議をさせていただいている、府中省へのスクールバス代案については、おいては、日置小学校区で、 最大27分、養老小学校区で最大,最大35分としているところでございます、以上でございます宇都宮綾さん。9時、はいまあの基準があるということで、あの今、ご答弁いただいて、その中で、まあ、あの日置地区なり養老地区の、まあ、大体の時間。 まあ、ということが示されたわけなんですけども、まあ、安全、負担、こういったのは重要だとと,とらわれているということで、まああの、確認をさせていただきましたけれども、じゃあ、えー、このね、あのまあ、日置にしてもそうですけれども、養老さんも新学期からあのスタートして通っているわけですけれども、じゃあ、現在あの、お子さんたちの状況っていうのは、何か具体的なアンケートを取って、どのような今あの、状態なのか。 いうことなどはアンケートを取ったりしてそういったお声っていうのはどのように拾っておられるのでしょうかお伺いしたいと思います長浜教育次長、はい、あの今年両路、えー、地区の子どもたちが中学校として橋立中学校に通っておりますまた、えー、日置の子どもたちの中学校橋立中学校に通学しております常にそういった 新しい教育現場、橋立中学校での生徒の様子等は、折を見て学校関係、橋立中学校の学校関係者、先生方とも状況を把握しております、基本的にみんなたくさんの子ども,子どもたちの中で、元気に生き生きと学べておるという報告を学校からもいただいております、以上でございます角宮綾さん。 まあ、あの客観的な見方としてはそうだということですけれども、まあ、保護者の声というのは特に拾ってないということで、えー、本当にそうなのかなと、あの非常に、まあ、あの遠いところですと、もう早朝から、ね、あの朝練、通っておられて、帰りも遅くなって帰ってくるという中で、えー、子どもたちはそらくそういうことも言わずに頑張っているのかなと思いますけれども、あのそういったところもきちっと心を拾うと、体力面、 いうことをしっかり、ね、見ていただきたいと思いますし、先ほど、通学のところにも時間がこうですよと言いますけれども、非常に山間部も抱えているあの地区もございますので、えー、以前あの、懇談がね、教育委員会さんとあったときに、瀬、ま、谷、あの,の地区の方でも、も日置までが限界だというお声も出ておりますので、そういったところ、しっかりとどうであるのかということも検証すべきではないかと思っております。 ではです、ねえー、地方創生で人口減とか、えー、少子化に歯止めをかけるためにです、ね、自治体では子育て施策や若者移住・停留、こういったものが積極的に行われ、事業計画を策定をされております。当時でも各地区で地域創生懇談会が開催され、まあ、瀬谷地区の方でも開かれました。えー、瀬谷地区ででは豊かな自然をを観光資源と捉えまして若い人を呼び込んで 地域の活性化を図ると市から説明がございました。高齢化率が59%となるこの瀬谷地区では、以前からも移住のあるこういった地域であります。現在もここに移住されてきた若い世帯が中心となって、農業の問題では、鳥獣を捕獲して、これを地域で新たな収入の糧として、準備への取り組み、お試し住宅の計画など、若い人の移住を呼び込もうと、 公的なな支援を受けけがら村の存続かけて、えー、この地で奮闘されれておられます、えー、この地域創生懇談会では参加された頑張っておられるこういった若い参加者から移住する若い方の条件の中には必ず学校のことを聞かれます学校再編計画が持ち上がっていることを伝えると移住フェアなどでは大変興味を示してくださった若い方は移住地の選択肢が外すと そっぽ向かれれるとととここういういいいを発言されていたと思います宮津市もです、ね、20代から40代の若い人を入れてほしいと望むけれども、自由を考える若い人はどこに学校があるのかが大きな選択肢の一つで、大変重要であることを話され、学校の再編を考え直してもらえないか、白紙に戻すことはできないかと、こういった矛盾を抱える切な思いが、訴えがあったと思います。 教育委員会はこの場に参加をしておられませんでしたけれども、どのように教育委員会としては捉えるでしょうか、お伺いをしたいと思います山本教育長。移住との関連でご質問をいただきました。本来、学校はです、ね、児童・生徒の教育のための施設でございますので、私ども教育委員会といたしましては、将来の子どもたちの将来を見据えた上で、 子どもたたちののよりり良いい教育環境といったものを第一と考えております、まあ、学校教育といいますのは、もうご承知のように、地域の未来の担い手である子どもたちを育む営みでありますので、この役割をです、ね、教育委員会としてもこの役割をしっかりと果たしていかなければならないというふうに考えているところでございます。ご理解をたまりますように、よろしくお願いいたします。宇都宮綾さんわかりました教育委員会の考え方 えーまあ、将来にない子どもたちということで、あの教育環境ということも挙げ,げられたのかなと思います。えー、私はね、あのーまあ、教育のための施設ということではありますけれども、やはり地域との学校というのは密接な関係があるようにと捉えているわけですけれども、まあ、この捉え方、どうなのかなと伺いたいと思って,くんで思っているんですけれども。 移住してきた若い方は、宮津のね、こういった小さな集落、こういった農村部に住まわれてね、魅力を発信して、人口減を食い止め、持続可能な地域づくり、目指しておられます。その中にあるのが、コミュニティの役割を担う学校でもあると、都会の人が農村部の小さな学校に魅力を感じるのは、人とのつながりが濃く、地域のコミュニティがそこにある、こういったところで子どもたちが育つと。 こういったところに大変魅力を感じているということに伺っております。えー、まあ子どもたちのね、あの学校の現場でも、えー、地域では登下校を見守る見守り隊、こういった方のお話も聞いたことがありますけれども、6年生が卒業するときに、見守りしてくださった方々にお礼の手紙を書くそうです。これを受け取っったた方が年齢も大ききくなってきたので そろそろやめようかと思っていたが、この手紙が大きな励みになったと話されていました。その中には、6年間ありがとうとともに、今後も続く子どもたちをぜひとも見守ってほしい、こういった願いも添えられて、大変感動されたというお話でした。だから、これからもこの手紙を胸に、子どもたちのために頑張りたいと言われていました。地域の方はですね 当下校の時に子どもたちといろいろなお話をされて、交流されておられると聞いております。学校内だけでない、地域による教育がここにもあるということだと思います。また、要領や日置地区の子どもたちが橋立中学校に通われていますが、地域の方に子どもたちの様子いかがですかと聞いたところ、スクールバスで通うので、ほとんど見かけず様子も分かりませんと話していました。以前 小学校再編における保護者説明会があったときに、教育委員会さんは、地域から子どもがいなくなるわけではないんですと、こういった説明をされました。大変参考されていた方、驚いた方もあったかと思います。しかしですね、今、言いましたように、歩く姿を見かけなくなることは、地域での育みが大変希薄になるのではないかと、私は思っております。また、地元に戻ってこようと思っていたが、学校がなくなるのなら、戻らない。 という話や、息子も結婚しようと思っても、地域に学校がなくなると、なかなかお嫁さんが来ないなどの、こういった声も耳にします。今、市が進めている地域活性化の施策では、企業誘致などやオリーブ栽培など、地域住民と一緒となって進める施策であります。そこには、働く場の確保がされるならば、当然、他かから若い世帯が戻ってきたり、移住者があるなど、子どもが増えることも考えられ、 地域に保育施設や学校があり、安心した子育て環境が重要になってきます。市長はこういったことをどのように捉えておられますでしょうか。市長にお伺いしたいと思います。井上市長。あの、まあ、何回も申しますけれども、あの、学。 の本当に将来を担う子どもたちのより良き教育環境を作っていくためにやっているんだと思うんですよねだから移住定住を、まあ、あの促進をするためにもですねまた移住定住してもらうためにもやっぱりよりよくより良い子どもたちの教育環境を作っていかなければ ならないと思いますので、方向はあ同じだと思ってますので、そのためにもあのより良き環境を目指して、よりよき教育環境を目指して学校再編というのはあ、移住定住の面からも進めていかなければならないというふうに思っています。それがまたあの移住定住をしていただくためにより良い環境を子どもたちのよりよき教育環境を提供することになるんだと思いますので。 方向は同じではないかなと思っています宇都宮綾さん、はい、今市長の考えを確認させていただきました、えー、ではですね地域懇談会では、えー、子どもたちが広い校区になることで通学での健康や心の問題などどのように考えていますかと先ほど教育委員会さんの方に、えー、質問した問いがありましたけれども若い人あ、市が若い人を呼び込むには小学校 再編が大きなハードルである、一方で支援しながら、足元ははしごを外,れ外されている状態であると、こういった、えー、再編計画、白紙にしてほしいとの訴えがありました、そして、えー、市長はその時に、通学に関して言えば中学校は、中学生は橋立中学校に元気に通っていると、こういう答弁をされていましたけれども、小学生と中学生では、体格や体力の面、年齢など、個々に違います。 なかなかその答えに答えていただいてはないのかと、こういった地元からの声もありました、また、えー、保護者からは、えー、保護者や住民からは、学校のエアコン設置の問題では、まだ再編決まっていないのに、需要計画から外されていることは大変問題であると、市に対する不信の怒りが、えー、募っております、こういった怒りの声、私も受け止めてきました。こうした教育環境の整備計画を見ても 公教育の平等性にかけ統合ありきで進めているとしか受け取,り受け取られませんこれもぜひ正していただきたいとこういったお声を聞きましたまたですねあのこういった再編計画進めようとしているのに教育長さん変わったんでしょとなんでお顔を見せないんですかとこういった厳しいご意見もいただいてきたわけです まあこういった市民の切な声に、私は市長耳をぜひ固めていけるべきではないかと思いますけれども、こういった今言いました学校のね子どもたちが長距離で通学する心の負担や体の負担とかのお考え、また、再編、白紙に戻してほしいと、こういった自分たちはあなたたちから支援を受けている、やってるんですと、ですけれども、学校がないと来てくれないという声があるんですと、この矛盾どうしたらいいんだろうかと、こういった。 声が上がっていたのかと思うんですけれどもぜひとも白地市に戻してほしいというこういった願いそしてエアコン設置の今の問題の件市長について改めてこの三点お伺いしたいと思います長浜,長浜教育次長はいあの再度スクールバスでの子どもたちの負担についてご質問ございましたあの 確かに中学校小学、中学生、小学生とも体力が違いますといったことで、基本的には文部科学省では全体で1時間とする中、宮津市においては45分という考え、小学生については45分以内という考えの中で、今回、再編に伴う府中小学校へのスクールバス、日置小学校区では最大27分。 小学校区では最大,最大35分ということで、えー、時間的にも行って子どもたちに頼る事件ではないかとあの負担は重、えー、々考えて、えー、配慮しておりますがそういったことで進めておるものでございますまたあの学校の施設整備の、えー、計画についての、えー、ご質問といいますか、えー、ご意見がございました、えー、この間も全員教育会 教育会でお話とさせていただきましたように、現在、再編計画を進める中で、その計画にの考えに基づいて、養老小学校、日置小学校の施設整備については、慎重にならざるを得ないというお答えをさせていただきました、教育長もし何度も申し上げておりますように、まずはより良い教育環境に向けてということで、今後も説明、説明、 丁寧に話し合いを進めてまいりたいというふうに考えております。また、えー、と言いながら、えー、4月以降地元に十分な話ができていないではないかということでございます。あのその辺についてはあの十分、えー、反省も含めて承知をしております。まずあの現在参考先ほど申しましたように参考合同の、えー、教育不注意養老引き置きの児童 が一緒に学ぶそういう環境づくりの中で子どもたちの状況をよく保護者も見ていただきながら再編に向けて改めて早急に地元に入ってまいりたいというふうに考えておりますまた再編を白紙にしていただきたいという保護者の声があるということは承知しておりますただ全体の中では少数でございますが清木地区の方でも2割の方が早く再編をしてほしいという声もあるのも事実でございます そういったことの、えー、いろんな方の意見を、えー、丁寧にお聞きしながら今後再現協議を進めてまいりたいというふうに考えておりますのでご理解とまいりますようよろしくお願いします井上市私の考え方も求められましたのでちょっと補足の方をさせていただきたいと思いますあのスクールバスについてですけれども、まあ、あの確かにあの子供もにたちの方には負担がかかるかもわかりませんけれども 負担がかからない範囲でやらせていただくということを十分に考えてさせていただいているというふうに思ってましてで私もあのあの、まあ、これはまあ中学校高校になりますけども中学校の方は橋立中学校で高校の方は宮津高校でしたですけども6年間中学高校と船で通学してました。 今では本当に非常にいい思い出として残っているところですのでだからスクールバスでも地域の皆さんが一緒になって同じバスで行くということは非常にまた将来いい思い出になるんじゃないかなと思いますしより良い教育環境に対してはまず方向ですのでこれもまた十分に考えてやっていかなければならないんではないかなというふうに進めていくという方向で。 対応していいいきたいとういうふうに思っていますまたあのエアコンの等の今度の計画作りの中で十分出てないんじゃないかなと日置についてという話でございますけれどもこれは本当に一日も早くより良い教育環境のためにですねそういう校長設備等を設置をしていかなければならないというようなことを思ってましてそのためには一番日置の皆さんにとって早い 方法は何かと言えば今の再編を進めていくことが一番早くより良い教育観光を子どもたちのために提供することになるんだろうなと思っているところでございまして今のままのなかなか再編が進まない状況のところで考えていくことは非常にかえって遅らすことになるんではないかなと思って今は。 考えたたには外させていただいていいだる状況でございますだけどまあ昨日、小林議員の方からいろいろとご質問があって、まあ、そのへのところへんにも話がございましたので、えーまあ、今一度、まあ、もっぺん、在り方については、検討する必要があるのかなというふうに考えていかなければならないのかなというふうに、ちょっと思っているところでございます。 津宮さん今、お答えいただいたわけですけど、ぜひそのご説明を地元に来てするべきなのかなと、教育委員会さんでは非常に限界があるんですね、あのこの間もあの地元の方と話をしてましたけれども、結局は財政に逃げるのは秘書でしょと、やっぱり秘書が来て、きちっと話すべきじゃないかと、こういう声も聞いてまいりました、もう保護者にしたら今のお話、えー、ですね。 よくするんだったら、再編せよということにしか捉えられないという思いの方もあるのかなと思って聞かせていただきましたでは、なぜ今まで放ってあったのかなと思う点もございます日置小学校で言えば、本当にエアコンが教職員のところ以外にはございません保健室にもない状態です。ですから こういったままずっと来たことに対するこの説明、やっぱり地域に来て、しっかり秘書が私は話すべきではないかと思います、それでないとね、本当に協議をしたいと思ってても、市長の方はね、話し合いのテーブルつけないと、保護者のほ問も、やはり反対の声があるわけですから、いろいろ皆さん、つらい思いの中、ずっと協議をしてきたわけですよね、常にあのこうしたらよくなる、ああしたらよくなるでしょうと。 出される、まあ、以前、協議の場で,です、ね、あの初めて協議に参加した若い方がね、できなかったときの方策ってないんですかと、ダイアンないんですかと、こういった意見されてました、そういったところは ICT 化進めたりとか、国際交流進めたりとか、小さいながらゆえの,あの輝く教育やってるところありますよと、こういった貴重なご意見もあったわけです、やはりこういったところにも、ね、きちっと耳を傾ける、私はそうするべきだと思います。 改めてこの再編計画、きちっとね、白紙に私は戻して、もう一度スタートライン、本当にこういったことをされながら、あの市民なり、この住民の方たち、府中に行けばす,すべて良くなるんですよと、本当にそうかと、不信が募る一方だと私は思っておりますので、白紙にすべしと申し上げ、そしてこのエアコン問題も含めて、きちっと再度協議をしていただく、これを申し上げまして、 次の質問に参りたいいと思います、えー、次にですね、えー、中学校の教職員の働き方につきまして、あのお伺いをしていきたいと思います。えー、本日の、まあ、新聞でも、公務員の働き方の問題が、えー、取り沙汰されていたかと思いますけれども、まあ、ブラック企業などの労働者の働き方、まあ、これはずっと問題とされてきておりましたけれども、まあ、民間企業でなく、やはりこういった公務員である、 学校現場でも同様に、えー、本年4月に文科省が小中学校教員の平成28年度の勤務実態調査報告が過労死ライン超えていると発表をしておりました。平成18年度の調査と比較すると、まあ、10年前に調査したっきりだったのかなと思うんですけれども、小中学校教員ともに勤務時間が増加をし、1週間の平均勤務時間は、小学校教諭で1週間で平均57分、 25分57時間25分中学校教諭で63時間18分でした過労死ラインである週60、えー、過労死ラインである週60時間以上働く教諭の割合は小学校で33.5%中学校で56.7%でした文科省は教員の負担は限界に近いとし結果を分析した上で中教師などで今後の対策を 議論するとしておりました当しでも先生の働き方については長時間労働が問題のあるとこういった実態があるということは存じております平成28年の12月定例会で福井康樹議員が一般質問をしております改めて先生方働き方の改善を進めるためにどのような対策をされるのかお伺いをしたいと思います一つ目に、えー、中小中学校の教職員の 勤務実態調査をされていいると思います以前、副議員からも質問されておりました、改めて調査はいつ、どのように行われたか、その調査結果はどうであったのかということを詳しくお伺いしたいと思います山本教育長。市内の小中学校のです、ね、教員の長時間勤務の状況についてのお尋ねであったというふうに思いますけれども、 市況としましてはです、ね先あの、今月の7月にです、ね、勤務実態調査をさせていただきましたその調査の結果でございますけれども、対象者129名でございますが、そのうちです、ね、月80時間超えのです、ねまあ、相当のものが10.9%、ね、10. まあまあ、人数にして14名ということですけれども、 昨年同月よりも3.2%の減少にはなっておりますが、一方で、月100時間超えです、ね、相当に当たるものにつきましては、1.6%、まあ、約2名ということで、まあ、昨年よりも1.9%減少しているという結果ではございましたが、まあ、この間、長時間勤務になっております原因につきましてはです、ね、まあ、やはり、いろいろ言われておりますように、さまざ、あ、まな教育課題、あるいは問題行動等々への対応でありますとか、まあ、生徒指導、 さらには保護者の皆様への対応、また通学路とか、そういったところへの安全確保、あるいはです、ね、教材研究ですとか、書、ま、類、あの作成等、まあ、そういったものがです、ね、要因ではないかなというふうには言われております。そういった中で,です、ね、中学校におきましても、おきましてはまあ部活動の指導にです、ね、かなり時間を要しているというふうな形で、校長の方からはです、ね、報告を聞いておりますいで以上ござます。以上でございます 角宮綾さん昨年よりは多少、検証はしたものの、やはりこういった状況にあるということで、80時間を超える方が10.9%というお答えもいただいたわけですけれども、この実態調査を行った、こういったものをどのように現場に返しておられるのかということについて、お伺いしたいんですけれども、この調査は取られて、 校長先生に返しておられるのかな、個人の先生にも公表されているのかなと思うわけですけれども、そのあたり、どのようにまあ公表されているのか、お伺いしたいと思います山本教育長それこそ、この5月にです、ね、教職員の勤務時間の適正化に向けた通知を出させていただいて、さまざまに各学校の方で取り組みを進めていただいておりますが、その中でですね、いわゆる関係者の方々に集まっていただいて、 勤務時間に関わる検討会議をです、ね、させていただいております、で7月の11日にはです、ね、第1回の会合を持たせていただいて、管理職や一般の先生方も含めたそういった検討会議を立ち上げておりますので、そういった中でもです、ね、調査報告等をさせていただきながらです、ね、職員の皆さん方とも一緒にいろんなご意見も聞かせていただきながら進めていきたいと考えているところでございますす以上です角宮綾さん。 そういったちょっと後ほどそのあたりのことをもう少し伺いたいなと思うんですけれども、あのまあ、この調査対象になられた、まあ、ある先生にお話ししたところね、えーまあ、個人個人にも返した方がいいんじゃないのかなとおっしゃっておられました。っていいますのも、まあ、行動で言われるというのもあるでしょうけれども、自分をやっぱ客観視するというところも大事で、やはり熱心な先生方って当然、 子どもたちのために心を砕いてされておられますけれども、まあ、あのそういったあの公表というのは、やはり個人個人にでも返していったらいいのかなというお声も聞いております。そうすると、自分がど,どれだけどのぐらい働いてて、どうであるかという認識も持たれるという声も聞いておりますので、またこの辺あの今後の課題になるかなと思いますけれども、ご検討の方よろしくお願いしたいと思いますし、まあ、この調査 そしてやはり自分はね、どの位置にあるとか、まあ、あの毎回調査をされてると思うんですけど、これは、えー、調査、学期ごとで1週間程度でよかったのか、ちょっとそのあたり、もう一度確認をお願いしたいいと思います山本教育長。はいまあ、今回あの、京都府の方もです、ね、えっ、ー、も、教員の方の調査をしておりますので。 それに基づきましてですね、私の子供の方もですね、一週間程度の中身でさせていただいているということでございまして、まあ学期ごとにということではなかなか難しい部分もございますが、できる限り把握をしていきたいということで、学期ごとに取り組み、努力しているところでございます。以上です。津宮綾さん。わかりました。まあ一週間程度の調査ということの確認が取れたかなと思います。ではですね、国は働き方改革を進めるとしていますが。 教育委員会として、この働き方改革に取り組む上で、当時ではどのような問題があると認識をされておられますでしょうか、先ほど、最初の質問でもいろいろ学校の対応のことを出されておられましたけれど同じ中身になるかと思いますけれども、再度この辺お答えいただきたいと思います。山本教育長。働き方改革を進めるにあたってととといいうことでのご質問だというふうに思いますが、 まずです、ね、教職員の勤務実態といいますのはです、ねまあ、いろルろ新聞等でも報道されておりますように、まあ、社会の複雑化でありますとか保護者の皆様のニーズの多様化さらにはです、ね、様々な教育課題等々によりまして現在看過できない深刻な状態にあるんだということでありますで、まあ、これがです、ね、この実態が子どもたちの教育に大きな影響が生じる懸念があるということからです、ね、国あるいは府を挙げて 教員の働き方改革の検討が進められているというところでございます。そういった中で、宮津市といたしましても、同様の認識を持っておりまして、すぐにで,す、ね、できることはもう早急にやらねばならないということで、まずですね、公務改善、それから退勤時間、さらに部活動、そして先生方の意識改革という、4つの項目につきましてですね、 教育効果向上のための教職員の勤務時間適正化に向けた取り組み第一弾ということを取りまとめて、5月の末にですね、市内小中学校に通知をしたところでございます。その内容ですけれども、特にですね、公務改善の取り組みとしまして、校内の諸、まあ、会議様々ございますが、そういったものの精選ですとか、会議の短縮化、あるいは効率化、まあ、そういったものを含めた会議ルールの徹底ですとか、 さらには、退勤時間、できるだけ早く帰ろうというような取り組みとかですね、あるいは夏季休業期間中の業務休止日といったものの設定ですとか、あるいは農産業での完全な実施、さらには、退勤時間が遅い先生方に対しましてはですね、管理職の方から個別に面談をさせていただくとか、相談に乗るとか、そういうような形での取り組みを進めて、指示をしております。また、部活動に関する取り組みにつきましては、 子どもたちの健康問題のこともございますし、そういったことも含めまして、平日、週1回の脳、ね、部活でいったものを導入すること、さらには、週休日のうち1日はです、ね、部活動の停止日とすること。 さらには朝練習ですね、そういったものの見直しなどについても指示をいたしました、ただこれにつきましては、各州競技団体等との大会の関係もございますので、その辺は各校長先生の方でです、ね、判断をして、取り組みを進めていただいているところでございますが、現在、そういったことを中心にです、ね、各校で取り組みを進めていただいておりまして、まあ、少しずつではありますけれども、改善がです、ね、進みつつあるというふうには思っております。 しかしながらですね、さらなる対策をやっぱ図っていかなければならないということがございますので、7月にはですね、宮津市立小中学校教職員の勤務時間適正化検討委員会と、もう先ほど申し上げましたように立ち上げまして、公務改善等に向けた各校からのですね、現場からの提案ですとか、意見を聞きながら、第2弾の取り組みに向けて、今後の方策の検討を進めているところでございます。その中でですね、特に各学校の先生方に、 ご自身の働き方であるとかです、ね、ワーク・ライフ・バランス等々に対する意識改革に向けて、校内で,です、ね、意見交換を行っていただいておりまして、先ほど議員からもお触れがありましたけれども、個人への解釈でございましたが、こういった意見の交流会をです、ね、校内ですることによって、自分たちの働き方についてもです、ね、意識をしていただけるんではないかなというふうに思っているところです。とりわけ、まあ、意識改革の部分におきましては、働き方改革ですけれども、 先生方の働きの相方の改革だというふうに私は思っておりますので、そういった意味の部分におきましてもですね、今後ともですね、えー、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。ご理解いただき、ますよろしくお願いいたします。宇都宮綾さん、はいえー、今、えー、質問させていただこうかなと思った項目、まああのー、分かりやすくあのー、ご説明いただいたわけですけれども。 えー、ではです、ね、その、まあ、改善をしていくと、まあ、意識改革が必要だと、まずはここなのかなと思いますけれども、まあ、それに向けてやはりいろいろなあの方策、まあ、先ほど、えー、現場ではあの残業とか、あるいは、まあ、クラブの問題でも、あのこういった、ね、週1回休むとか、えー、いうことなどもいろいろあのしなさいよと。 いうことで現場の方には示されているのかなと思いますけれども、えー、そういう中で,です、ね、えー、先ほどまあ勤務実態の調査っていうのを、1週間程度されましたということを伺ったんですけれども、1週間でまあこういった調査ですけれども、これ、1週間で全体像って分かるのかなと思います。こ、えー、この7日間だけやってこうでしたと まあ、もっと厳しい月もあるのかなと、でえー、退職された、ね、先生に聞きますと、いろんな学校で教える授業以外にもあの、人権フェアであるとか、音楽フェスティバルがあるとか、こういうことがあると、あの子どもたちにいろいろ舞台で、ステージで発表するものの指導をされておられます、非常にこういったところにも時間を割くということで、大変ご苦労があったという話を聞きましたけれども、とても本当にね、負担があると。 それと出張がものすごく多くて、その出張の中身でも、宿題が私たちにも出るんですと、こういった研究してきてくださいと、またそれをその場所で発表しなくちゃいけないと、学校の子どもたちの授業の準備も含め、いろいろ非常に負担があったんですということをせずに訴えておられました、まあ、こういったところもしっかり組み取っていくべきではないかと思いますし、その時間管理に言えば、 例えばタイムカード的なね、こういったものを導入するということの考えはないのかなと思います。それとですね、前回、福井康樹議員が質問しました産業医の問題ですけれども、まあ、こういった部分に対しても、ちょっと検討しようかなと、前向きな声を聞かれたのかと私は思っておりましたけれども、あのそのあたりの進み具合といいますか、どのように今なっているのか、お答えいただきたいと思います。 産業医の問題、それとタイムカード等の導入の問題、まあ、あるいはストレスチェックされている自治体もあるわけですから、その辺どのようなあのお考えなのか、一定はね、やはり、えー、自己改革的に、ね、意識変えるだけでなくて、費用をかけて、まあ、そういった問題にもあと取り組んでいかなければならないのかなと思いますけれども、そのあたりのお考えをよろしくお願いいたします。お答えください,お願いします山本教育長 ただいま、今後に向けてのあたりの取り組みのついてのお尋ねだったと思いますけれども、一つ、学校で先生方が本来担うべき役割というものと、それに付随する役割といったものがございますので、そういったところらへんをやっぱり整理をしながら考えていく必要があるだろうという,うに思っておりますで。先ほどおっしゃいました、市の音楽フェスティバルであるとかです、ね、そういった行事、子どもたちの発表の場でもございますし、 保護者の方もですねご期待もされておられますので、そういった視点でのですね取り組みも、ですねやっぱりきちっとしていかなければいけないという先生方の気持ちも非常によく分かりますし。 そういった意味で,です、ね、やっぱりこう本来担うべき役割の部分とか、それからそれに付随する部分、そういった部分での整理を今後していかなければいけないかなというふうに思っているところでございます。それから出張に関連をいたしましてもです、ね、まあ、これにつきましてもおっしゃいますように、やっぱり聖選をしていかなければいけないというふうに思っておりますが、一方で本来の先生方がですね、独自に作っておられる研究会ですとか、そういったところへんで、本来の,職務,の職務である指導力の向上とか、 教育の、教材の指導力の向上、そういった部分についての力量アップについても、ですねやっぱりそういった場も一定必要だろうというふうに思いますので、そういったこともですね総合的に勘案をしながら、ですね私どもの方としても整理をしていかなければいけない中身はあるだろうなというふうには思っているところでございます。それから産業医等等ににつきましては労働安全衛生法等々にもですね 規定のございますけれども、まあ、そういった労働安全衛生法の趣旨を踏まえまして、ですね、えー、まあ今後ともですね市の関係部局ともですね連携をしながら、検討は進めていきたいというふうには考えているところではございます。それから、えー、まあタイムカード等のお話もございましたが、えー、まあ教職員のですね出退金のですね管理ということは、ですね一つ大事な視点であろうと。 いうふうに思っておりますので、今現在は京都府ともですね、相談をしながら、まあ、今後。どのような形で進めていくのがいいのかということで、そういった部分については検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。えー、えー、以上でございます。ご理解いただきます。よろしくお願いします。角宮綾さん。はい、ええー、ぜひとも、まあ、働き方の改革はしていかんならんということで、まあ、あの。まあ、いろいろね。 学校の先生方は現場で本当に負担がある中で頑張っておられますので、まあ、その辺も精査しながらあの、やはり現場の声をしっかりと受け止めながら、あのやっていっていただきたいと思いますし、まあ、あの産業医の規定についても、ぜひともこれ、どうするべきかと、私はちょっとその辺産業医とかいろいろあのこの問題、それとでで、ね、先ほど言った、まあ、ストレスチェックの問題で、まあ、そういったのもぜひ取,取り組んでほしいなという声も聞いておりますし、 まあ、タイムカード、出退勤の問題、これも、ね、ぜひ進めてほしいと、まあ、これを自分で押すことによって、あのまあ、そういったどれだけ働いてるんだろうかと、先生方も自覚が取れるのかなと思いますし、やはりどういったところに負担がかかっているのかということも、こういったものから分かるのではないかと思います。ですから、まあ、こういうのもぜひ進めていただきたいと、ですから先ほど、7日間だけの実態調査って言いますけど、実態調査とは言わないのかなと。 7日間で、えー、何がどこまでわかるのかなと私は思うわけです、えー、まあ、安心してね、あの先生方、えー、やはり家庭を持っておられますまあ、先生方健康でないと心も体も健康でないと子どもたちの教育にもなかなか向くことができないのではないかと思いますし今後にも続く若い教職員にもこのワークライフバランスの視点でもって、えー、ここ大変重要になってくると思います 教育委員会の傍聴に行かせていただいたときも、こういった、ね、ご意見、出てたかなと思います。若い、あとに続く先生方、こういったところ、きちっとしとかないとあの、続く先生方、ないんだよということです。 まあ元先生方に聞きますと、ご自分の子どもさん、先生になられてるんですかと聞くと、なかなか非常に厳しい労働条件ですと、なかなか詰められません、なんかこんな声も聞くわけですね。ですから、非常に人づくりの場であるということで、重要な大変な責務を担う、こういった現場です、そういったところが安心して働ける場ということは、ぜひ目指していただいて、改革をしていただきたいと思います。 以上で私の質問の方を終わりたいと思いますありがとうございました